時は1900年、明治33年の年の暮れ、19世紀から20世紀に変わろうとしている時の東京の外れにあるキリスト教会が舞台。この土地に教会を開いた立派な神父さん亡き後を継いだ聖書も読めないダメ神父、その人柄の良さだけで何とかやりくりしていたのだが、西の方からやってきた牧師さんがこの教会は私が預かると言い始める。果たしてダメ神父は教会を守って新しい世紀を迎えることができるのか。マルフクボンバーズ第17回本公演オーバーザセンチュリー、100年の彼方に。